長谷川豊の本気論オンネロンチャンネル。皆さん新年明けましておめでとうございます。長谷川豊でございます。平成30年スタートしましたね。いやー、皆さんどんなお正月年末年始をお過ごしになられたでしょうか。僕はですね、奈良の実家に早々に帰りまして、大阪の支援者の方々ともう毎日のように夜会合をしながらという感じなんですけど、毎年12月30日はですね、我が家は必ず木の臼を持ってきて、臼と杵を持ってきて餅つき大会をするんです。そのお餅つきでも親戚一同大盛り上がりという状態が毎年なんですけれども、いよいよですね、始動です。そう、長谷川豊の本気論チャンネル、皆さん本当にありがとうございます。作っていただいた YouTube の本気論本音論チャンネルっていうこのページなんですけれども、なんとチャンネル登録者数が1月7日の段階で323人。ありがとうございます。ブログで1回告知しただけでですね、こんな300人以上の方にも登録していただけるなんて、もう長谷川も幸せ者でございます。長谷川も幸せ者でございます。前回の内容が、長谷川豊が YouTube 配信を始めた理由っていうね、もう2000回近く視聴していただいてるっていう、本当にもう僕は光栄です。でもこのままじゃダメなので、チャンネル登録者数も必ず早期に1万人以上に、6月までには確実に5万人、いやもう10万人というところまで持っていきたいというふうに思っていますので、もしよかったらですね、皆さんチャンネル登録だけじゃなくて、シェアをしていただいて、いいねボタンを押していただいてと、いろんなサポートぜひ皆さんもお願いします。さあ、それでは早速なんですけれども、本日のテーマに行きたいと思います。平成最後の年ということになるわけなんですけれども、あと5ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいでも平成おしまいですよね。そこでですね、今回は長谷川豊の本気論チャンネル的平成30年をちゃんとまとめて振り返ってみようと、はい、平成30年ということを振り返ってみたいんですけれども、一言で言うと厳しいことを申し上げますが、僕は平成の30年っていうのは、あと100年ぐらい経ったら、おそらく歴史の教科書にも日本の歴史上最低最悪の30年だったと、最低最悪の30年だったというふうに書かれる可能性すらあるのではないかなというふうに思っています。これきついこと言うんですけれども、でもテレビをつけると常に言われるじゃないですか、日本の景気は戦後2番目の拡大期なんていうふうにね、言われてますけれども、これはもう完全な大嘘だっていう話をこの本気論チャンネルではちゃんとやりたいというふうに思っています。皆さんがですね、よくニュースで目にしているのはこれじゃないかなと思います。第2次安倍政権発足と同時に始まった景気拡大局面、戦後2番目の長さとなりましたっていうね、もう何の資料も見ていない原稿を渡されてそのまま、お伝えしているアナウンサーたちが平気なことをね、こういうふうに言ってるんですよ。もうね、こういうの聞くたびにね、お前アナウンサーなんか辞めちまえって、僕も辞めたんだから辞めちまえって言いたくなるわけですよ。本当に資料をちゃんと読んでくださいよと、もうどういうことなのかということを少し話をしようと思います。景気動向指数って必ず皆さん必ずこのグラフ見ません？はい、そうですね、景気動向指数といってですね、1999年からですね、こうやってバーッとこう折れ線グラフっていうんですか、っていうのがあるっていう、おそらくなんですけれども皆さん絶対これ見てるはずなんですね。まあ、その話も後でしますけれども、こうしてみると小泉政権発足後、なるほど、確かにずっとね、最後ちょっと落ち気味ですけどね、ずっとこう上昇傾向にありますよね。これが戦後最長の景気回復期だということで、73ヶ月続いたんだっていうのが、まあニュースでよく報じられている話ですよね。で、安倍政権がこちらですね。はい、確かになんとなく、ちょっとなんか上がったり下がったり、消費税が 8% になった後ね、ドーンと落ちたりしてますけれども、まあ、上昇傾向なのかなっていう気もしますからね。こうしてみると、戦後最大、そして戦後2番目の、景気の拡大期があるなんていうふうにね、言われるニュースがあることは分からなくはないんです。分からなくはないんですけど、さっき申し上げた通り、毎回このグラフじゃないですか。変だと思いませんでした。そうなんです。これ変なんです。
からくり全部言いますね。もうバカバカしい話なんですけど、この景気動向指数というのを調べ上げて発表しているのはどこなんですか？これは景気動向指数研究会っていうところが調査した数字を発表しているんですね。この景気動向指数研究会はどこのセクションなんでしょうか？はい、こちらです。ドーン。内閣府じゃねえかよっていう話なんですよ。これ皆さん全然押さえてないんですよ。言ってること分かりますよね？いいですか？1999年に景気動向指数っていうのを調べ始めてるんですけれども、小泉竹中路線になった時に、小泉さんが、内閣府なんだから小泉さんが指名したたった7人とかのメンバーが延々調べて発表してるのが、この景気動向指数の小泉政権時代の話だったわけです。で、安倍さんになってからは、安倍さんが選んだ7人が発表してる。そりゃ、上昇してるっていう話になりますわね。上昇してるっていう話になりますわねっていうのが、実は景気動向指数の本当の意味の実はからくりだったりするんですね。でも、そもそも皆さんもお分かりだと思うんですけど、いや、どうよ、景気いい？いや、最近こうだねっていう、一般常識としての景気って、そもそもこれなわけですよ。まず、物価上がってますかって。インフレですかって。例えば最近東南アジア景気いいですよ。物価どんどん上昇してますよ。世界中物価どんどん上がってますよ。やっぱり物価がどんどん上がって、そして何よりも何よりも何よりも一番大事なのは、給料上がってますかってことです。去年まで給料が100万円だったのに、今年は105万円になる。来年は110万円になる。こうなっていったら、なんか景気がいいような気がするじゃないですか。物価の上昇より給与アップの方が早いっていう、実はこの方が本当は景気の判断では一番一般常識として大切にしていることで、例えば僕のお給料が1年で20万増えて100万が120万になりました。でも今まで100万円しかかかっていなかったものが、物価が上昇して105万円になりました。物価も上昇している、給料も上がってる、でも給料の上がり方の方が早いから、たくさんのお給料、お金が貯金には回るよね。こういう状態のことを基本的には景気がいいって言うんです。これは常識の範囲の話です。景気動向指数とか、しのごの学者っぽい人がですね、ああだこうだ計算式を持ち出すんですけれども、景気っていうのは世間一般的にはこういうことを言うんです。そしてなんだか街に笑顔があふれているような状況、なんとなく陰気な状況よりも、まあ街に笑顔があふれていることの方が大事ですよね。ただ、安倍政権になってから、就職率は高い、就職率は高いって言われるじゃないですか。しかし、去年、日本で生まれた子供の数って92万人ですよ。僕43歳ですけど、僕と同世代で生まれた赤ちゃんの数って1年で200万人超えてるんですよ。100万人新卒採用が減ったら、就職率高くなるのは当たり前じゃないですかって話なんです。安倍政権になって景気がいいなんていうのは、皆さん分かっている通り大嘘です。景気というのは世間一般の人間が実感する話を言ってるんであって、皆さんの実感通り景気なんか別に全然良くも何ともないです。全然良くも何ともないです。今日本に起きてることっていうのは、アメリカ経済が、皆さんあんまり見てらっしゃらないと思うんですけど、むちゃくちゃに絶好調なんです。アメリカ経済の影響で日本の株価がどんどん上がりましたよっていうのと、めっちゃ少子化すぎて労働力というか、もうもはや就職しても受けに来てくれないから、就職率が良くなりましたよっていうことです。じゃあ今日本で何が起きてるのかということを、まあ実際に見てみたいと思うんですが、今日本で起きてるのは、はい、こういう状況です。サラリーマンの平均給与をグラフにしたものです。たった20年ですよ、皆さん。今の日本のサラリーマンの平均給与って、たった20年、たった20年で20ポイントも落ちてる。 OECD 加盟国、他の加盟国すべてこの20年間で平均給与30ポイント上がってるんですよ。たったこの20年で海外と日本で50ポイントの差ついたんです。海外と日本で50ポイントの差ついたんです。もう一度言います。20年で平均給与が20ポイントも下がってるんですよ。
こういう国のことを景気がいいなんて言わないんです。嘘です。ニュースで散々言われてるのは。こちら日本の景気なんてものは少なくともこの平成の30年間で全く良くなってないです。全く良くなってないです。全く良くなってないのに、勝手に自分たちが選んだ、勝手に自分たちが指名してお給料も払ってるメンバーにあーだこうだとヘリクスをつけさせながら、戦後最大の景気拡大期ですね、戦後2番目の景気拡大期ですねって自分たちを褒め続けて、その内容に反論一つせずにメディアが全然勉強してないニュースキャスターたちが垂れ流しにしてるっていうのが今の日本の現状です。ただおい長谷川、新年早々ちょっと景気悪すぎないかというふうに言われてしまいそうな印象の話ですよね。でもこれ違うんです。この話っていうのは次回にもう一話します。パート2をやります。それをよく聞いてほしいんです。日本の景気は確かに景気っていうものは全く良くなっていないんですけど、よくよく内容を見れば日本って全然復活ができる、日本って全然復活ができるっていう、その話をしたいがために今日はこの話をしました。年明け一発目、日本が復活するためには日本をどういうふうにしたらあっという間に良くなるんだよっていうのを次回お話ししたいと思います。長谷川豊の本気論本音論チャンネル。私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。